えー、スーパーフラットの世界からこんにちは。マリモテクニックのまりもです。えー、今回はですね、えー、以前の動画に出てきました、えー、エクストラユーティリティーズの、えー、トランスファーパイプについての解説動画をやっていきたいと思います。こちらですね、この、まあ、えっ、ー、と、本編の方の、えー、工場づくりシリーズの方では、このトランスファーノード、アイテムとフルイド、 え、それからパイプ。この3種類とフィルターがそれぞれ登場しました。えっと、まあ、まちょっと普通の、なんだろうな、輸送パイプに比べて癖が強いところがありましてですね。まあそういう部分について、えー、ちょっとご紹介していきたいと思います。まず、基本的な挙動としては、ょちょっと先に入れないでおいて、このようにチェストとか、 え、アイテムが入っている場所に貼っつけると、まあこういうような UI を持ってるんですけども、ここの部分、この真ん中1個空いている部分に対して、このチェストから1個ずつアイテムを吸い上げるっていうふうになっています。それと同時にここに x, y, z っていうふうに、と数字が入っているんですけども、と、これがですね、パイプが伸びていけば、 このようにアイテムを吸い出すと同時に入れ,入れる場所を探索していくって感じですねでもし無理だったら0に戻ってくるでそれと同時に中身のアイテムを1個ずつ吸い上げるっていうような動きをしますこれの間をつなげてあげますそうすると全部で1個2個3個 の動作でこっちに渡るはずっていう感じなので見てみましょう。2、3個目で消えました。1、2、3。こういう感じで3の倍数ずつこっちに入っていくって感じですね。で、これがトランスファーパイプの基本的な動きになっていて、なのでこの探査する距離が長ければ長いほど受け渡すまでの時間が伸びていく。短ければ短いほど1回あたりの量は減るけれど、 受け渡す時間は短いっていうような特徴がありますねえ。なのでですね、えっと、この間の動画の中でも紹介した通り、コストは非常に軽くてですね、このように石とレッドストーンがあれば、大体作れてしまうぐらい簡単に作れるものなので、まあ、ホッパーよりも安いんで、私個人のおすすめとしては、その短い距離をつないで、しかもそんな大量に運ぶ必要がない場合、 っていう風に使っていく時が多いです。それからですね、えっと、このアイテムの動きっていうのはですね、レッドストーンの信号が入ってくると完全に止まります。なので、レッドストーンの信号でアイテムが送られてるかどうかっていうのもコントロールできるんですね。それから例えば、このように複数の場所から排出してこちらに向かっていく場合ですね、 その場合、こっち側のトランスファーノードは、こっちに進むルートとこっちに進むルートを同時にどちらも探査しようとするので、かえって時間がかかってしまう。こっちに探査している場合は、どうしても無効になって戻ってきてっていう無駄な動きをしていることになってしまうので、試しに入れてみると、<laughs> このように止まっているタイミングがあるんですね。 これが向こう側に行っちゃっているっていう,ような状態になっているので、この中に内部集まっていく。ということになってしまいます。で、これを対策するにはどうしたらいいかっていうと、こっち側もう探索しなくていいよっていう風うに設定します。それがですね、このレンチっていうアイテムですね。あ。このレンチっていうアイテムを使うことで、よいしょ。行ってほしくない方向を右クリック。 するとこういうふうにシマシマになるんですね。このシマシマになってる方向にはもう行かなくていいよっていう設定ができるので確実にこちら側に2個ずつアイテムが送られてきますよっていうふうに変わります。で、もう片方側も同じように右クリックしてあげることでお互いにもうやりとりはしませんよってことなんで見かけ上も完全に離れます。こういう感じでこの側面を叩いてやれば戻せるんでこう見かけ上は完全に見えなくなっても戻すことはできます。 それからですね、こういうふうに二股に分かれている場合にはですね、どっちかに行くっていうのは完全にランダムになっていてですね、こういうふうにリンゴを入れてあげると、えっと、X 方向に進むときは向こう側、Z 方向に進むときは向こう側なんですけど、ここの X と Z の動きが、まあ、交互になっているわけではなく、ランダムに動いていることがわかります。なので、 あんまりこういう二股に分かれるようなルートっていうのは作らない方がいいですね。ランダムになってしまうので、まあそれでもするの方がいい場合もあるかもしれませんが、基本的にあんまりランダムの要素は工業元の環境ではあまりいらないので、基本的には、えー、出る先は1箇所っていうふうに決めた方がいいと思います。出す先は1個の方がいいっていう話をしたんですけども、これはた、正しく言うと、まあ、1本道の方がいいっていうことですね。 例えばですね、こういうふうに出る先に1箇所あって2箇所目があった時、うん、とき、これのブロックの探索の都合上をこう追っていって、一番最初に入れられる場所に入れるっていうような性質があるので、こちら側が埋まっていた場合、次の場所に行くんですね。なので、例えばこっち側がいっぱいになったら次こっち行くっていうような、一本道のルートを作れるっていうような、 性質があるのでまあこれが結構いろんなトランスファーパイプみたいな、うん、とアイテムを輸送するパイプがいろんなもとであるんですけどもこういう性質があるのはあんまりないのでまあ一応作ろうと思えばいくらでも簡単には作れるんですけどもまあこんな序盤で手に入れるものとしては結構楽チんンに作れるので実際に見てみましょうまずここを全部埋めてからこっち側に順に入っていくっていうような動きをするので。 まあ例えばですねえっとこの元のアイテムの中にはゴミ箱のアイテムもあってですねえーっとどこだこれだちょっと今はやらないんですけどこっちが埋まったらもうそれ以上はいらないからゴミ箱に捨てちゃうっていうような装置を作る場合にはその先にこのゴミ箱を置いてあげることでここが埋まったらそれ以降は廃棄っていうような機構を簡単に作ることもできます で次にフィルターですね。こういうフィルターっていうアイテムがありまして、これを空中で右クリックすると、まあ中に 4×4 の16個のアイテムを登録できますよっていう風になっています。例えばこの中にリンゴを登録してあげて、まあここがホワイトリストになっているので、ホワイトリストのリンゴであれば、先ほどのアイテムとアイテムの間、あ、チェストとチェストの間をつないであげて、 いろんなアイテムが入っている場合あまだフィルターセットしてないです今このリンゴだけが登録されているフィルターがあるのでこれ入れてあげるといろんなアイテムが入っていてもリンゴだけがこちらに排出されるっていううなのがホワイトリスト設定ですね逆にここの設定をブラックリストにした場合リンゴを排出しないようにしてくれるという感じですねこのように リンゴ以外の相手は無事こちら側に運ばれました。まあ、なのでフィルター設定もこれも結構軽いコストで行えるので、えー、まあフィルターコッパーではちょっと難しいのでコッパーとはそういうところで違いがつけられるかなという感じですねそれからですねえっとこのトランスファーパイプはあんまり多くない量を短い距離運ぶのは有利という話をしたんですけども えー、意外と多い量をどうしても運びたい場合っていうのもやりようはありまして、それがこのアップグレードモジュールっていうものですね。え、一つがスピードアップ、一つがスタックアップグレードっていうもので、まあ文字通り、このスタップアップグレードを入れて、スタックアップグレードを入れてあげることで、よいしょ。一回の動作で1スタックずつ運んでくれるようになるんですね。なので、 まあこれで数1回に運べる量が少ないよっていうデメリットは減らしてくれますもう1個がですねこのスピードアップグレー,スアップグレードスピードでえーこれはあのまあもう見ての通りスピードを上げるものでえっと当然アップグレードと共存もできるんですがこの探査する速度を速くしてくれますでは実際に見てみましょうこんな感じでピコ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 運んでくれますこれがないとこんぐらいの速度感ですね で、これは最大で4つだけアップグレードできて、これ以上は入れることはできません。で、サバイバルモードでは、これらを動かすためには、グリッドパワーって呼ばれる、その、えー、エクストラユーティリティーズ特有のパワーですね。電力みたいなものを与えてあげなきゃいけないんですが、これが、うんと、まあ、普通のいわゆる電力、うんと、今までやってきた、うんと、インダストリアルクラフトであるとか、 あと、メカニズムみたいな、電線をつなぐことで得るエネルギーとは違って、それのマシンが、その発電機のマシンが置いてあるところが読み込まれてさえいれば、どこでも使えるエネルギーになっています。で、一番使いやすいのはですね、これですね、ウォーターミル。まあ、うんと、文字通り水車なんですけども、 今橋ベンチニアリングの水車みたいに大規模なものではなくてこれぐらいの1ブロックなんですけどもこいつは水流が当たっているほどたくさんのグリッドパワーを生み出してくれていて、まあ、この説明が書いてあるんですけどもとそのためにはただ、えっと、説明にも書いてある通りこのいっぱいになった水のところに突っ込んであげても1個も発電していなくてですね 水の流れの中に置いてあげる必要があるので、一番効率がいいのは実は、この、このように置いてあげると、よ、16。こっち側がなければ、14。なので、一番効率がいいのはですね、こういう風に、4台置いてあげて、 えっと、X 型に置いてあげるので、こうですね。こうしてあげることで、それぞれが16の、えー、っと、グリッドパワーを送ってくれて、64最大で使うことができます。で、1個あたりのスタックアップグレードとかは、1ぐらいしかせいぜい使わないので、これでかなりグリッドパワーを使い放題ですね。になれます。 えもう一つこのエクサレエ a t e d のトランスファーパイプの面白い使い方としてはですね、このアップグレードマイニングっていうのを入れてあげると、まあ、この説明に書いてある通り、水と溶岩の間に置いてある丸石の上に置いたえアイテムトランスファーパイプにこのアップグレードを入れてあげると、なんと丸石をですね、どんどん量産して生み出してくれるんですね。これは、いわゆる丸石製造機。 が自動化されている上にしかもあのさっき言った通りここレッドストーンで制御できるんでもういらなくなったら止めるみたいな簡単なこともできるっていうまあ無限丸石取り装置がこんな簡単に作れてしまうっていうのも面白い姿方ですねそれからですね水源の上に置いたこのフルイド版のトランスファーノードの中にも入れてあげることで水を汲み出してくれます ただ、水は1回あたりの汲み取り量が200なので、結構スピードアップグレードを入れてないと遅めですね。まあ、ただ、ここの水源を荒らすことのない水の汲み取り方法なので、比較的簡単な水の汲み上げ方法の一つかなと思います。えー、っと、このようにですね、エクストラユーティリティーズで、 使うことのできるトランスファーパイプの使い方について簡単に説明してみましたこの移動手段まあ輸送手段ですねはえっとまあ序盤で使えるっていうのが大きなメリットでまああとちょっと仕組みがややこしいけれども,も慣れてしまえばえっとかゆいところに手が届いたりするんでまあゆくゆく使えるような輸送手段になっていますえっとこのあと他にもいろんなモッドの輸送手段を使ってまあ工場の中でえっとまあ最適化してそのいろいろな マシンを作ったりするような場所を作ると思うんですが、まあその度にいろいろこういう解説動画であるとか作っていけたらなと思います。とりあえずですね、えっと今回のエクストラユーティリティーズの、えー、トランスファーパイプフェーンは以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。